幸せ上々都城。今回は都城市が行っているディグスポーツについてご紹介します。都城市国スポ小スポ準備課の天神さんと都城市スポーツコミッションの松下さんと神宮田さんです。ディグスポーツって何をするものなんですか？はい、ディグスポーツはセンサーや AI を活用して運動能力を測定し、どのようなスポーツが向いているかを提案するシステムです。中西さんもこちらの葵さんと一緒にディグスポーツ体験をしてみてください。はい、じゃあよろしくお願いします。まずは身体測定を行います。では立ち幅跳びを測りましょう。力強くジャンプしてください。よいしょ、上手上手。動作を瞬時に 3D 解析し結果が表示されます。おー、次は 50m 走を測ります。スタート、頑張って。お人形さんが旗にたどり着くまでファイトファイトファイト。早いよ早いよ、大丈夫大丈夫。身体測定や立ち幅跳びのデータをもとに推進力を測定します。あ、どうしよう。いいタイムが出ていますよ。次は垂直跳びを測定します。真上に向かってジャンプをしましょう。せーの、ジャンプ。おー、できた、上手。あ、でも低い。そして反復横跳びです。画面にラインが表示され横の動きも正確に測定されます。トントントン、そう、上手上手。きつ。最後にボールを投げるフォームをチェックします。ボールを持ったつもりで右肘を曲げ頭の横に持っていき投げます。いいフォームですね。これで終了です。カードを持ってあちらへどうぞ。はい、はい、お預かりします。測定結果が出ております。星の数がその能力の高さを示しています。私は 50m 走がよくって、で葵ちゃんが立ち幅跳びがいいんですね。おすすめのスポーツとしてラグビーとビーチバレーが向いているようです。ちなみに葵ちゃんは水泳、じゃあ今から始めるといいかもしれないよ。次のディグスポーツは3月2日と3日に行います。都城市スポーツコミッションのインスタグラムやホームページから申し込みください。令和9年の宮崎国スポ小スポの開催に向けて機運醸成の一つとして、子どもたちがスポーツをするきっかけになればと考えています。ぜひ皆さんも子どもたちの才能を試してみませんか？都城市の提供でお送りしました。